ニコルによって世界に悪意という名の希望が解放されてから3ヶ月、人類の体験する初めての世界戦争は大量殺戮兵器と化学兵器の実験場となり、戦局の変化もないまま、ますます泥沼の状況に陥っていた。一方、ウルたちはニコルに宿るアスタロトの魂を滅ぼすため帰国した加藤徳佐の後を追った。そして舞台は極東の帝国へ。どうじゃ、具合は。今、眠ったところ、あんまり良くなってないわ。せっかく日本に来たものの、このままじゃ動きようがないだろうな。なんか、このまま死んじゃったらどうしよう。縁起でもないこと言わないでちょうだい。だっさ、船酔いで死にかける人間なんてどこにいるのよ。飛行艇は平気なのにね。不思議なやつだっち。大体その飛行艇が根性なしだからいけないんだわ。操縦して墜落させたのはお前さんじゃろ。不時着よ、不時着。だって可愛いクマの親子がいたんだもん。近くで見たいじゃない。そのクマに囲まれてロジャーは今頃も修理をしてるのよね。北海道の山奥じゃからの。あっちの方が生きてないかもね。なんかしんみりしちゃったね。そうじゃな。まだ死んだと決まったわけじゃないし。そうそう、仕方がないだな。ウルの調子が戻るまではもう少しゆっくりするだっち。Thank you.
私の勝ちですね。終わったようだな。はい。もう大丈夫だ。奸賊どもは皆クランドが追い払おうてくれた。怪我は？大丈夫です、お嬢様。クランド、こやつは？それがどこからともなく現れ加勢をしてくれました。珍しい恩人よの。どれ、利口そうな面構えではないか。はい、ありがとう。お前、名前は？そうね、白いからポチがいいわ。気に入ったらしい。え？また
ったく旅先にまで刺客を放ってくるとは、奴らも相当じれてもんな。お気をつけください。親方様が帝都を離れている間は先方にとってまたとない好機なのですから。なに、お前がいるから大丈夫さ。なあ。うん。それにしても不遂よの。墓参りぐらいゆっくりとさせてくれりゃいいのに。さあ参りましょう。宿はすぐそこです。うん。助けてくれたこと礼を言うよ。さようなら、ポチ。Yeah.
Thank you.